横浜 DeNA ファン、うすうす気づき始める。オースティンは戻ってこない。筒香に期待できなさそう。今12球団で一番弱いかもしれない。オースティンが消えたせいではあるが、佐野一塁がとにかくやばい。去年も諦めたのだから、レフト以外やらせちゃダメだよ。守備力は12球団最下位確実かな。しかしあんだけバウアーにキレられてたのに、改善しようとすらしてなかったとは。今年は、カモにしてた中日にボコられててくさ、もう完全に苦手意識なくなってるわ。シュニドラ貯金で CS 行けていたのに、今年はそれもダメ。ヤクルトちゃっかり上がってきてる、雰囲気あるよな。さすがに西武よりはマシやろ、西武見て笑ってるぞ。今永バウアー抜けて、外人外した時点で今年は諦めやろな、筒香のリハビリに使ったれ。